漫才コンビコント55号で爆発的なブレイクを果たすと、その後も視聴率 100% 男と称されるなど、一躍時代の寵児となった萩本欽一さん。萩本さんは、東京稲荷町の長屋でカメラ屋を営むお父さんと、お嬢様育ちのお母さんのもとに生まれると、稲荷町で幼少期を過ごされているのですが、実はお父さんは戦後、カメラの仕事で成功し、大金持ちになられていたのだそうです。こうしてお父さんは埼玉県浦和市に家を建て、萩本さん一家は長屋から転居。萩本さんは、お坊ちゃんとして、裕福な家庭で何不自由なく育ったそうで、ところで、そんな萩本さんのお父さんには、なんとお母さん公認の愛人がいたそうで、夏休みになると、お母さんから、おばちゃんのところに遊びに行ってきなさい、と言われたそうです。そしてお母さんの言う通り、そのおばちゃんの家に遊びに行くと、おばちゃんは、萩本さんの、動物園に行きたい、今度は海がいいと、いうところに、ちゃんと連れて行ってくれたそうで、そのため、萩本さんは、幼いながらも、お母さんより自分をお詫び地にしてくれる人、という認識があったのだそうです。その後、お父さんが他界してからも、萩本さんは、おばちゃんとよく一緒にいたそうです。ちなみに、萩本さんのお母さんは、子供が横道にそれるのを全力で避ける。それこそが母親の務め。お父さんの面倒を見るのは、それほど重要ではない。そんなのは他の人でもできる。との考えで、萩本さん曰く、子育てで手一杯だから、父の面倒を見ている余裕なんてない。というお母さんの言い分。その上、結婚前は箱入り娘だったことから、お父さんが仕事から家に帰ってきても、食事の用意をしないでぼーっと座っているほか、洗濯をしたこともなく、お手伝いさんが全部やっていたそうです。自分でするという発想がなかったのだそうです。ただそんな生活も萩本欽一さんが、小学校4年生の時に一転してしまいます。萩本欽一さんのお父さんが新しい事業に失敗。借金取りから逃げるため、家を転々としていた萩本欽一さん家族は、最後は一家離散という状況にまでなったんだそうです。そんな親の苦労を目の当たりにしていた萩本欽一さんは、我が家は大変なことになっている。貧乏というのは、ここまで人を追い詰めるものか。こうなったら僕は10年で家を建てる。そして母ちゃんに気分よく過ごしてもらうことにしよう。と心に決めたそうで、お金持ちになるための仕事とは？と思いついたのが野球選手か芸能人だったんだとか。そしてある時学校で、女子生徒が持っていたアイドル雑誌、週刊明星を借り、パラパラとめくっていると、中村金之助が新築の家を建てたという記事が載っていたそうで、萩本欽一さんは思わずその女子生徒に、こんなに若くして自分の家を建てるなんてすごいね、と驚いて言うと、何言ってるのよ。有名なんだから当たり前でしょ。家くらい簡単に建てられるわよ。と呆れられたそうで、この時から萩本欽一さんは、家を建てるんだったら芸能人と考えるようになったんだそうです。高校卒業後に東洋劇場に入団し、研究生としてコメディアンの卵となりました。当初はうまくセリフが言えず苦労しましたが、先輩にも助けられ、先輩芸人の真似を何度も繰り返し練習したそうです。系列の浅草フランス座へ出向し、ストリップの幕開コントに出演した際に、漫才師崩れの専属コメディアン&ロールと知り合いました。
当初の坂上二郎さんの印象は、一緒にやったら食われるから嫌い、だったそうです。その後、萩本欽一さんは東洋工業を辞め、いくつかのコントグループを経て、1963年春に劇団浅草新喜劇を旗揚げしましたが解散。熱海の営業で考案したコント、机を、売り込もうと東京に戻ってきたところ、たまたま坂上二郎さんから連絡があり合うことになり、机のあらすじを語ったところ坂上二郎さんから、このコントは俺と金ちゃんで演じた方がいいのでは、と提案され、一回の舞台契約だけで、1966年、コント55号を結成。25歳の頃でした。コント、机を演じる。反応が今一つだったため役を入れ替えたところ好評を博し、の時支配人からコント55号と名付けられました。コント55号は、前田武彦さんと組んだ1968年から放送された。フジテレビの公開生放送、お昼のゴールデンショーで、人気に火がつき、数多くのレギュラー番組を抱え、テレビを席巻。1970年代後半以降にワンビでのコントやテレビ出演の機会が減少し、次第に個々の活動を中心とするスタンスに変わっていきました。萩本欽一さんは1971年、日本テレビスター誕生の初代司会者として、単独での活動を開始。1972年10月には日本放送のラジオ番組、金ちゃんのドンと言ってみようが開始され、人気番組となり、同じ時富士山系グループのフジテレビで1975年4月から、テレビ番組、金ちゃんのドンとやってみようが放送開始。この番組以外にも、テレビ朝日、金ちゃんのどこまでやるの？ TBS、金ちゃんの週刊金曜日、ぴったしカンカン。さらにはフジテレビ、オールスター家族対抗歌合戦と、多くに人気番組を抱え、その合計数字から視聴率 100% 男の異名を取りました。奥様の名前は、すみこさん。年齢は、萩本さんより3歳年上になります。妻すみこさんとの馴れ初めは、萩本さんが浅草のストリップ劇場である、東洋劇場に入った頃でした。当時のすみこさんは、劇場で一番人気の踊り子さん。新人の萩本さんにとっては、目を合わせるのも恐れ多い雲の上の存在でした。やがてすみこさんは、萩本さんを気に入り、二人は同棲を始めます。まだ売れない萩本さんに代わり、すみこさんが中心となって生活を支えられたそうですが、次第に萩本さんが売れ始めると、ずっとすみこさんと結婚したいと思っていた萩本さんは、すみこさんにプロポーズ。ところが、断られてしまったそうで、その後、再三プロポーズするも、すみこさんは、その度に拒み続けたそうです。しかし、萩本さんがコント55号で有名になったら、すみこさんは浅草から姿を消してしまいました。どうにか見つけ出して復縁しますが、やがて子供を身ごもると、すみこさんはまたいなくなります。そこで萩本さんは記者会見を開いて、実は僕、結婚してます。子供もいます。と発表しました。テレビで見ていたすみこさんは驚きましたが、これが萩本さんからのプロポーズでした。すみこさんは、芸能人の奥さんなんてなりたくない。いい迷惑よ。と嫌がりましたが、ただ、萩本さんは、僕はもう絶対に話さないと決めていた。売れっ子になると女性にモテる。週刊誌に女性スキャンダルを書き立てられたこともある。嘘ばっかりじゃなかった。だけど嫁さんはすみこさん。その思いはずっと変わらなかった。恩ある人だからだけじゃない。すみこさんを思うと心が温かくなるんだと、
結婚するなら絶対にスミコさんと決めていたことから、諦めなかったそうで、最終的には、そんな萩本さんの熱意がスミコさんに伝わり、ついにお二人は結婚されたのでした。萩本欽一さんには、三人の息子さんがいます。1975年生まれの長男の名前は、萩本一同さん。1978年生まれの次男は、萩本悦さん。1980年生まれの三男は、萩本聖九郎さんです。2020年8月28日、最愛の妻スミコさんは、癌のため亡くなりました。しかし萩本さんは、葬式でも火葬場でも、一度も手を合わせていません。死に顔も見ていません。家にある仏壇にも、一度もお線香をあげたことがありません。理由はそんなことをしたら、まるでスミコさんが死んでしまったみたいだから。スミコさんは生きているのです。萩本さんの心の中で、生き続けているのです。そうして萩本さんの活躍を、近くで見守ってくれていることでしょう。YouTube チャンネル、金ちゃん80歳の挑戦の2022年11月21日午後9時からの性配信終盤に、今日はね、ちょっとこれでおしまい。なぜかというと目の前が急にふわっとしてきた。と体調不良を訴えた。所属事務所によると、周囲が救急車を呼び、病院までの車内で酸素吸入と点滴の処置を受けて回復。念のため、病院で検査を受けて、問題なしと判断され、深夜に帰宅した。脱水症状の手前のような症状だった、という。22日は自宅で静養している。23日には午後8時50分から、金ちゃん80歳の挑戦の性配信を行う。通常は午後9時から1時間の配信だが、10分早めることで、午後10時のサッカー W 杯日本代表のドイツ戦キックオフ前には終了できるようにした。視聴者がサッカー観戦に移行できるように配慮した、という。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。